人民戦争理論とは、毛沢東思想の一つ。全員人民の力量で敵に打撃を与えるとした戦争論。毛沢東思想の核心の一つであるとされる。チャイナセブンというウェブサイトによれば、プロの正規軍と人民大衆が有機的に結合することが人民戦争論の核心である、という。また、米英、ジェームズタウン財団は、人民戦争とは持ち得るすべての力を戦争に動員することであり、平時には予備役が社会化あるいは軍の外部に置かれている状況を指すとしており、近代軍隊の特徴である職業軍人と国民が別々に存在するのではなく、民間及び国民は軍事の準備形態であるとされる。中国民兵はこの理論に基づいて構築しているとされる。ベトナムの軍人であるボーグ・エン・ザップに影響を与え、アメリカに対して民衆のゲリラ戦という形での抵抗として具現した。また、ネパール内戦にも影響を与え、ネパール共産党、毛沢東主義派は、この内戦を人民戦争と呼んでいる。さらに、日本赤軍なども人民戦争理論に基づき、武装闘争を実施した。各国各地にて、武装蜂起の正当化などに利用された。中国空軍の強領、王少甫は、この戦略をさらに高度化、組織化した、超限戦戦略を提唱している。米中貿易戦争の際は、中国国営メディアでは、人民戦争と呼ぶ向きもあった。ありがとうございます。